はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、開港自爆覚悟のドイツ軍人極上、こちらを攻略したいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではですね、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー配慮ですね。潮も超える執念、俺だった愛をつけてます。そしてメインアタッカーのナイフディオ、積もる恨みナイトラやけをつけてます。そしてジョウスケですね、先導をやらせて愛をつけてます。そして控えにはチャカですね、喧嘩と愛をつけてます。そしてフレンドはウンドゥールを迎えてます。では行きます。もうね、完全に、ナイフ以外は蘇生用品ですねを入れてます。もうほとんどナイフの一人旅で全然 OK なので、もう悩むことなくいけます。最初だけね、1.5 ゲージ回復して、あとはおっとこれは、自爆はなるべく避けたいということで避けていきます。もうあまりね特筆することはこの開口ではないので、紹介とかのね、スキル紹介は省略していきます。もう本当に CS ですね。 CS だけでいきます。まあここも CS 打つ必要はないのですが、面倒なので CS 打っちゃいます。サボテンがね何気にいやらしいっていう感じなんで打ちました。ここでね、ジョウスケじゃないや、ジョセフがですねゲージを奪ってくるので、この後のね動きがちょっと面倒だったりするのですが、一応これは回復瓶取りながら突っ込んでいけば、もうなんとかクリアですね。クリアじゃないですね、最後に、倒していきました。これはどうしたいかな。まずは下手なことしてしまった。でハイディオで、もうここはハイディオにダメージを負ってまいりましょう。下手なことしてしまいました。まあ12000なんでね、致命傷ではないので良かったかなと思います。このシュトロはですね、極みに比べて極上の方が範囲がね、自爆範囲が狭いようなというか、メダルのサイズが小さいのでね、戦いやすいと思います。極みと比べたら。なのでね、もう極みじゃなく極上がね、クリアできますよっていう言われる方だったら、極上を周回された方がいいのではないかなと個人的には思います。はい。造園も倒しました。で最後の造園ですね。ここはちょっと面倒ですから2回に分けてと思ったんですが、本当に2回になっちゃいましたね。はい、何事もなく無事に、終了することができました。まあね、開口自体は割と極上ですね。簡単な部類の方に入ってしまったので、周回を、どんどんして、なるべくねシュトロハイム SSR シュトロをですね、重ねて覚醒させていけばいいかなと思います。私ももっと目指して、覚醒数を増やしたいなと思います。ではですね、最後まで動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサマタイ。